はい、おはようございます。前回ね、アンダリエル、ボスだよね。アンダリエルがいた。で、アンダリエルのところまでね行ったらね、傭兵が死んだからね、新しい傭兵を連れて行こう。で、コールドアローの一番強いのがリエネか。じゃあリエネを連れて行こう。よし、じゃあちょっと行ってきます。アンダリエルのところまで。よし、はい、じゃあカタコンベレベル4、次のフロアにアンダリエルがいます。気をつけていこうね、リエね。あ、いた。スカリエネどこ行ったんだよ。回復。傭兵死んじゃった。じゃあもう一回キャンプ行って傭兵連れてきます。はい、じゃあね、ティレナっていう女を連れてきました。よし、じゃあ行くよ。アンダルシアと戦います。あ、いた。あ、やべ。回復。当たってんだか当たってないんだかわかんない。あ、死んだ。傭兵死んだ。はぁ、一回戻ろう。はい、雇います。うわぁ、5人しかいない。じゃあ、アッパヤでいいや。どうせ死ぬし。で、回復していこう。Good day. じゃあ、アッパヤ連れていきます。ねえねえ、これさ、与えたダメージって回復してんのかな？さっきも与えたダメージ。もしダメージ与えてそれが継続してるのは、ちょっとずつ削っていけばどうにかなるよね。で、相手が、アンダルシアがダメージ回復してたら、一回で殺さないといつまで経ってもクリアできないよね。ちょっとその辺も確認しよう。あ、減ってる。あ、減ってない。私のダメージ、あ、緑食らうと私、ダメージ食らうんだ。ね、アンダルシアのさ、HP 減ってたよね。ってことは、いけるわ、これ。うん。相手回復しないわ。よし。よし。でね、でね、思ったの。今これつけてんじゃん。攻撃、10上昇。こっちにしよっか。44攻撃力上昇。これでいってみよう。よし、じゃあライフもまあまあ回復したし、
行く行く行く行こっか。うん。よし。じゃあ行ってきます。死にそうになったら、ポーションね。じゃあ行くよ。アパヤ。じゃあ行ってきます。アンダリエル回復してんだが。戻ろう戻ろう。回復しよう。あ、死んだ。なんで死んだの、アパヤ。毒？マジか。毒。解毒ポーションっていうの持ってるんだけど、これ使えるのかな？てか、アンダルシア回復してたよね。え、じゃあ一回で殺さないとダメなのか。はい、傭兵が死んでしまったので戻ってきました。ちょっとな、勝てる気がしないな。で、この解毒ポーション買おう。で、その前に傭兵さんだ。カシャ、強い子いる？あー、みんな微妙。みんな微妙だな。じゃあ伊勢田でいっか。どうせ死んじゃうし。で、ハッカラポーション持ってない？毒のポーション。あった、解毒ポーション。よし。で、これをこうで、解毒ポーションをここに入れてみよう。うん。で、もう一回行ってみよう。はい。じゃあ今日はこれくらいで終わりにします。